前回のあらすじ、帝国教団のクエストをこなした。エイドラとの接触ってなんだか珍しいなと思いました。なる。どうもジョの目です。ようやく本土に戻ってきました。確か闇の一党について誰も教えてくれなかった。そんな感じだったはずなので雑用でもこなそうかと。さっさと情報を渡してくれません？いやーね、何も教えてくれてないんよ。あ、やべ。そう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 。話し合いが足りなかったんよ。ああ、そう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 。よし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 。よし、もうこれくらいでいいだろう。噂のことでしょう？あのね、わかんない。前の王様の死因についての噂探せとは言われてたんだけどね。正直ね、ないの。私ね、結局ね、散々探し回ったけど誰も教えてくれなかったの。せいぜいね、チラシが落ちてる程度。共通の舌を持ってきてくれてありがとう。これが噂の源だと思う。その憶測の出所も証拠も見当たらない。ただ漠然としたデマがあるだけだ。ありがとう。よくやった。君の忠実な働きと優れた資質をヘルセス王に伝えておこう。そして、さらなる仕事を頼もうと思う。例えば、アルマレクシア神殿の情報源が不足している。寺院の情報提供者を探すのを手伝ってくれないか。アルマレクシアについてはどう思ってらっしゃる？神殿にいる女神さ。彼女は手たちに囲まれている。聞くところによると、タフな戦士だ。相変わらず君の考えを喋ってくれないな。王宮勤めって考えたら賢い選択か。アルマレクシア神殿内部の情報源が必要だ。神殿に不満の噂がある。神殿へ行け。不満を抱いている者を探せ。親身になって話を聞くといい。そして、神殿がヘルセス王を受け入れる気があるのか、それとも王に対して行動を起こすつもりなのかを聞き出せ。聞くだけ聞いとこう。ヘルセス王は数年前にもローウィンドに到着し、神殿に加わった。しかし、神殿は帝国の敵であり、ヘルセス王はあらゆる意味で帝国人だ。さて、神殿がヘルセス王を受け入れるのか、反対するつもりなのかを知ることができる神殿の情報提供者を探すのを手伝ってくれるか。まあ、手伝うくらいはいいんじゃない？よろしい。神殿の情報提供者を見つけ、神殿がヘルセス王を受け入れようとしているか、あるいは行動を起こそうとしているか、分かったら私に報告しなさい。まあ、でも、前回の情報収集よりはずっと楽ですよ。でさあ、どこに行けばいいのかもわかんないことと比べたらもう全然。場所がわかってることの幸せさよ。なんかこうほら、偉そうな人がいない場所。結局戻ってきちゃった。ヘルセスはモローウィンドの新しい王であり、最近亡くなった王子アティンレタンの後任である。この幼い王は帝国人に育てられ、アルトマーに教育された愚か者である。ダンマーのことは何も知らないさ。彼の耳を見たか。インペリアルに見えるように耳を切り落としたのだ。どういうこと？王様耳切ってんの？怖っ。彼は愚かで危険だ。この人はでも敵対っぽいからやめとこう。荒波立てたくねえんですわ。It's another perfect day in Mournhold. あ、なんか出た。私は忠実な信者です。しかし、アルマレクシアは私を不安にさせます。この50年間、トリリュナルは私たちの間を歩むことをやめ、私たちに耳を傾け、語りかけることをやめてしまった。このことが私を心配させ、悲しませました。神々は私たちを見捨ててしまったのでしょうか？神々は弱まってしまったのでしょうか？しかし最近、アルマレクシアが再び私たちの前に現れた時、私の心配は減るどころか増していました。彼女の顔は希望と力で明るく輝いているのですが、その言葉は暗く苦いのです。ああ。いや、聞くよ。言うことがあるんだったら全部言ってしまいな。アルマレクシアの説教は、思いやり、理解、知恵、需要に満ちている。しかし今の彼女の説教は、邪悪なものを滅ぼし、愚かなものを罰し、忠実なものに報いることに熱心なようだ。疑うことを知らず、従順な信仰者に報いることに。そう。今は困難な時代なのだ。そして困難な時代、生き残るためには、
私たちは厳しくなければならない。私は自分の信仰の破綻に震えている。しかしかつて私が愛した神は今私を怯えさせているのです。ヘルセスはレタン王を害し玉座を奪ったのです。レタン王が愚かであったことは問題ではないのです。我々の愚か者だったのだ。人形の王がジョークである限り私たちは笑って彼を無視することができました。ヘルセスはバカではないし誰も笑っていない。ヘルセスが本気で王になろうとするならアルマレクシアと神殿は本気で彼を滅ぼすことを誓うでしょう。なんかちょっとやばい方向の話も出ちゃったかも。大丈夫かなこれ。大丈夫かな、大丈夫かな。他の人にも聞いてみよっか。ここは目を光らせてるやつがいるからね。絶対ここで聞くとかも悪手すぎるんだよ。諦めて話をしに行くことにしました。話進んじゃってたしな。 Long live the king。 ガラサアンドラノは本心を語り、あなたの話を聞く限りでは誠実そうだ。君は彼女をうまく扱った。神殿はヘルセス王がレタン王のような操り人形では満足できないと認識し、我々に対して行動を起こそうとしているようだ。よくやった。王はあなたの忠実な奉仕を耳にするだろう。さて、君は別の問題で私たちを助けることができる。ヘルセス王は衛兵の不忠の可能性を懸念されています。まだあんの？まだ教えてくんないの？私は前王の護衛の多くを、より信頼できる者たちと入れ替えた。しかし、経験豊富な衛兵も残しておかねばならず、彼らの忠誠心を確かめることはできない。君には王宮の衛兵になったふりをしてもらいたい。衛兵と話し、話を聞き、不忠実の証拠を探すための口実だ。謀反の気配や不忠実の証拠を見つけたら私に報告すること。何もするな。私に報告すれば、どのような行動が適切かは私が判断する。はぁ？ジャノメは何もわからなかった。何をしろって言ってんの？エボースレロス、イブエレン・イラノー、アレリアレンの3人の前王の衛兵については、私は何も知らない。誰一人として特に賢い者はいない。反逆を企てるほど愚かではない。だが、その証拠を隠せるほど賢いわけでもないだろう。まあよくわかんないけどやるしかないのかしら。もし衛兵の中に不誠実な証拠を見つけたら、私のところに持ってきてくれ。どう探せばいいのかな。あ、お前らか。ここにいる連中？いや、思いっきり目の前で喋っちゃダメでしょう。私は気にしない。キエニウスがあなたを敵人だと思うなら、私はそれでいい。衛兵になるには、私はここに来たばかりで意見を言えない。キエニウスを信頼しているし、彼が正しいことをしてくれると期待している。三択、どうしよう。とりあえずヘルセスについて聞いてみるか。彼は悪い敵になるに違いない。彼が何を考えているかはわからない。でも、私がきちんと仕事をすれば、ティエニアスが私の面倒を見てくれることは分かっている。彼は王に忠誠はなくとも真面目に働くタイプだな。ティエニアスは何のためにお前をよこしたんだ。ロイヤルガードになれというのなら、ロイヤルガードになればいい。ごもっとも。私とは関係ない。どうだ。甘く見るんじゃないぞ。知らない人にペラペラ喋るなんて、母は教えてくれなかった。だから昔のレタン王は少し愚かだったが私にはよくしてくれた。ヘルセス王も馬鹿じゃない。私のような経験豊富なものを近くに置いておくべきだ。お前のような新参者は、誰かが仕事を教えねばならん。何を言っとるんじゃ？まあとりあえず同じことを聞いてみようかね。光栄です。使えることができて。ヘルセス王とバレンジア王妃に仕えることは私の名誉です。その通りだ。言った通りだ。私は言った。光栄だ。急に挙動がおかしくないか？
彼は暗記したようなあまり整理のないスピーチをした。多分彼はあまり頭が良くないのだろう。だが嘘をつくのが下手なのかもしれない。散々な言われよ。まあ他の人にも聞いてみましょうか。あれ、あと一人どれ？見つかんなかったからもう一回。昔のレタン王は愚かだったという話を聞いたことがあるだろう。愚か者は黙っているべきだ。彼は愚かだったかもしれないが、多くの民は愚かだ。王である必要はなかったかもしれないが、それが王だったのだから、民衆はその老人に敬意を払うべきだ。お前口悪くね？私は人のこと言えないけどな。一番下何この選択肢。フラールとのつながりについて言及する。茶の目は読むのに飽きたようです。あ、なんか出たかも。うん、リアリー。そうなんですか。ティエニアスはそれを知っているのか。アレリアレンとは話したか。見つからない残りの一人ですね。君がフラールの関係者だって話してみたら。本当に。でもティエニアスには言うんじゃないぞ。アレリアレンに言うんだ。完全に黒じゃんこいつ。どこにいるのその人。 If you insist. いた。私はずっとロイヤルガードとして生きてきたし、私の母も祖母もそうだった。私は長年レタン王に仕え、そして今はヘルセス王に仕える。国王満載、皇帝万歳。もちろん私には関係ないことだが、なぜ衛兵になりたいのだ。冒険家として十分やってきたように見えるが。ヘルセスは？ヘルセス王とバレンジア王妃に仕えることができて光栄です。最後は言われてたやつ。彼が何だって？イブレンイラのガフラールとの関係を話せと言ったのか？そしてティエニアスには言うなと？それがどういうことなのか私にはわかりません。本当に聞いたのか？彼は空で一番明るい星じゃない。時々混乱するんだ。心配は無用だ。後で機会があればイブレンイラノと話してみるよ。裏で暴力が起きそう。きっとただの誤解だ。何を言ってるのかさっぱりなんじゃ。イブレンイラノが示唆したように、私はアレリアレンにフラールとのつながりについて話しました。アレリアレンも彼が何と言っているのかわからないような態度をとった。イブレンイラノが私には言ってはいけないことを言ったのではないかと思いますが、アレリアレンがそれをかばっていたのではないかと思います。さっぱりわからん。まあいいや、全くわからん。勝手になんか翻訳して伝わってくれんかな。私はもう何を言ってるのかさっぱりです。いや、なんかそれがさ、例えばそのニュアンスの問題とかだったら絶対わかんないわけじゃん。なんかちょっとこの英語がね、全くわかんないから。だからその辺わかんないから、ちょっとどうしたらいい？ちょっと待ってね、一回セーブするわ。怖い。イブレンイラノが言ったように、君はアレリアレンにフラールとのつながりについて話した。確かにその通りだ。おそらくアレリアレンはイブレンイラノをかばったのだろう。もっと具体的な不誠実の証拠を見つけられるかどうか試してみてほしい。イブレンイラノは弱点のようだ。衛兵宿舎で彼の持ち物を注意深く見てくれ。だが用心しろ。捕まらないように。さもないと普通の泥棒のように襲われるぞ。あの泥棒しろっていうのね、あんたは。まったく。はい、ところ変わって衛兵宿舎。ちょっぴりおバカな衛兵さんの荷物を漁る命令を受けた蛇の目です。私はいません。さっさとあっちに行くのです。あっち行け、あっち行け。ようやくどっか行ってくれた。さてと、どの箱を開ければいいのかな。あれ、下になんか落ちとるですよ。あれを拾えばいいのかしら。
と手書きのメモ、過去数週間の警備当番名簿の興味深いコピー、手書きの文字は小さくてほとんど判読できず、スペルミスが頻繁にある。しかし3人の名前は常に正しく釣られている。そしてその3人全員が警備員である場合の時計、玉座の間の衛兵だけが2度下線を引かれている。これだけじゃなんかちょっと弱いんじゃないかな。まあ判断は隊長に任せるか。あとは頭がいい人が考えればいいよ。わしは知らん。へいへい、これ証拠なる？あ、なった。見つけたメモに書かれたのはイブレインイラノの筆跡だ。ドラレン、アレン、イラノの3人だけが玉座の間にいる時の時計を記している。それを防ぐためにスケジュールを変更しよう。そして3人全員から目を離さないようにする必要がある。抜け目のない仕事だ。不実な衛兵の明確な証拠を持ってきたな。ヘルセス王に対する陰謀の証拠を見つけるのに君の助けが必要だ。まだ働かせる気かよ。まだ喋らねえのかよ。少しはさ、一個こういうこと聞いたんだから、一個こうなんか教えてくれるとかしてくれたらいいのに。元王のフラール支持者はヘルセス王の即位を快く受け入れていない。他の候補者、例えばフラールの候補者の方が良いと考えているのかもしれない。そのような希望を表明する計画があるのかもしれない。もしそうなら、彼らがそれを率直に言うとは思えない。しかしそのような計画を示す文書や日記、その他の有力な証拠を探すために、レタンテを捜索すべきだろう。憶測で仕事を発注するんじゃね。しかも私は外部のハイエルフなのに。エサマナでどこ？それはあなたが勉強する問題です。それさ教えてくれたっていいじゃん、ケチ。現在レタンテに住んでいるのは、亡き王の夫人、ラバニレタンだけだ。衛兵がいるかもしれない。ご夫人にお悔やみを言いに行って、見て回るのが賢明だろう。はいはい。よろしい。陰謀の証拠を見つけたら、私のところに持ってきてください。初心の人間に、そんなことを言いに行かなきゃいけないだなんて。悲しいわ、悲しいわ。そんな意地悪なことしたくないわ。ごめんください。こんにちは。とりあえず買収しておこうか。なんか喋った。いいだろう。私の考えを言おう。彼は置いていた。でも、それほど置いてはいなかった。亡くなったのかもしれない。でも、誰かが彼を手引きしたのかもしれない。共通の下という新聞がある。ヘルセスは西部にいた時何百人も毒殺したと書いてある。ここでしていないとどうして言い切れる。ああ、なんかもうヘルセスってやつやばそうだな。やだな。私を巻き込まないでくれたまえよ。時間も押してるのでさっさと回収しちゃいましょうね。探し回った30分は虚空に消えました。あ、やべ、切れるの早くない？30秒絶対経ってないって。あ、何かに触ったら切れるのかな。ね、私の名誉あるいはこのフォーベンベラーノへこれを急いで届けてください。私は同意できません。私は商人ですが武器のスキルはありません。あなたは貴族であり、前世紀には練習やトーナメントの場でその実力が証明されていましたが、実際のところあなたは決闘したことがなく、騎士としての才能もほとんどありません。フロカー・ザ・ブランティの騒乱に対する適性と熱意を疑う人は誰もいないが、彼は繊細な男ではなく暗殺者の役割よりも乱闘や戦場の方が適している。そして我々は闇の糸を信頼することはできません。ヘルセスが彼らを所有しています。彼らは裁量権を約束しますが、その約束には価値がありません。残念ですが、モラグトングに近づかなければなりません。私はあなたに同意します。おそらく、彼らは拒否するでしょう。しかし、少なくとも彼らは慎重であると信頼できる。もし私たちが最終的に自分たちの間で選択を迫られるとしたら、それはあなたではないでしょうか。そしてあなたをヘルセスの面前に引き入れるための最もらしい効率を見つけるために頭を悩ませる必要があります。私は驚くわけではないが、アシンの殺害に対して国民の抗議の欠如に失望している。リスクを避けてヘルセスを受け入れるという感情のようです。短絡的ではありますが、理解できます。しかしながら、ザ・コモントングの著者は私たちの大義、同情的で、
賢明で雄弁であることについて言及しました。彼は意見を揺るがすことができるのかもしれない。私たちはこの男を特定し、私たちの相談に応じるよう努めるべきです。あなたの忠実なしもべ、ベダル・アレン。なんかもう本当にこれでいいのかなって感じがしてきたんだが、わかんないし隊長さんに丸投げするか。君が見つけたこの手紙は非常に興味深い。フォーベンベラの血まみれのフログが、ベダル・アレンは明らかにヘルセス王への陰謀を企てている。これは反逆罪であり死刑に値する。私は直ちに彼らの処刑令状を作成する。この裏切り者たちを処刑してくれれば国王のために大いに役立つだろう。どうしてそんな大事なお仕事を通りすがりのハイエルフに任せるんだ。そういうの担当の人間とかいるもんだろう。なんて言っても仕方ないから引き受けるしかないんだよな。だからやるけどさ。素晴らしい。裏切り者を処刑したら私に報告してくれ。令状出してくれるってことは私悪くないでしょ。じゃあ安心してサクッとやってくるか。なんか本当にこれやってよかったんかな。すごい心配になる。大丈夫かな、大丈夫かな。大丈夫じゃなかったらまあ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 もうどうしようもないんだけどね。フォーベンベラノはフラールヘルセス王の名において名誉ある処刑の令状に従い倒された。誰も私の行動を報告していない。さあ次だ。お前か。あ、お前か。合ってる？合ってますよ。これで間違ってたら笑えねえぞ。ヘドー。誰も私の行動を報告していない。この人。家は犯罪として報告された。あれ、化粧器かかった。なんで。令状を見せよう。仕事だったんだからな。仕方なかったんだからな。許された。あ、許された。消えた消えた。懸賞金消えた。よし、安心して報告に戻れるな。仕事を片付けてきたぞ。陰謀の証拠は決定的だ。フォーベンベラの血まみれのフログが、そしてベラルアレンを処刑した暁には詳しい報告が欲しい。フォーベンベラーの血まみれのフログがベラル・アレンを処刑したのか。おめでとう。処刑人に報酬を支払うのが慣例だ。金貨3000枚だ。感謝を込めて。お仕事の内容にして報酬がちょっと安くない？仕事の内容と比べたら報酬がちょっと弱くないです。そして今共通の下の匿名の作者を探すのを手伝ってほしい。とりあえず今回はここまでかな。だいぶ働いたでしょ。今宵はこれまで。どこまで働けばこいつは情報を吐くのかわからないけど、 DLC って結構ボリュームありそうですね。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。久しぶりのアサシンとしてのお仕事は通報されちゃいましたが、たまにはこういうのもいいかなってことで。それではおやすみなさい。